綺麗。あれは水の塊。とうとう来たね、シュル君。君はどうしたの、シュル君。楽しみにしているよ、君が選び取る道を。そして道を選んだ後にまた会おう。ようこそシュルク。その声、ザンザか。でも姿が違う。そう、本来であれば我はシュルクから得たこの体をよりしろとして次の千年を生きるつもりだった。だが思いがけぬ力が手に入ったのでね。メイナスのモナド。そうだ、お前に預けてあった我のモナドだけでなく、もう一つの創生の力をもこの手に収めることができた。すべてを手に入れた我に、もう巨神界の生命は必要ない。すべてはお前のおかげだ、シュルク。使徒たちの誰よりもお前は役に立ってくれたよ。我への反逆の罪もモナドさえあれば許すことができる。へっ、ご褒美でもくれるってか。その通り。我が新たな使徒に助するとしよう。永遠の生命、強靭な肉体、もはや死の恐怖に怯える必要はない。その傲慢さでハイエンターを、いや巨神界に生きる者たちをもてあそんだ者が何を言う。もてあそんだ。そうだ、テレシアに変えられた者たちを私がどんな思いで打ち果たしてきたか。何を言っている。あの姿こそが彼らの本質。変えたのではなく戻したのだ。テレシアは我の細胞の一部、それに戯れに知性を与えてみたのがハイエンターに代表される原初生命たちなのだ。つかの間といえど知性体の真似事ができたのだ。感謝してほしいところだな。なるほど、造物主の思い上がりというわけか。本来巨神界の生命とは我が存在するためのよりしろであり、勝てる巨神界とはそれらのムクロと生命エネルギーが積み重なったものに過ぎない。だが全能を気取ろうと貴様はハイエンターによって監獄島に囚われていた。その程度の存在だ。囚われていた。我はただ休息していただけだ。かつてメーナスの依代との争いで我も傷ついていた。ビジョンで知った新たな依代の誕生、その日を待ち続けていたに過ぎぬ。それが僕だと。そうだ、お前の体を得て我はメイナスとの戦いに再度臨むつもりだった。だがあれが最後になるとまでは思わなかったよ、メイナス。我にモナドをもたらした功をもってそなたを新たな使徒にジョスとしよう。シュルクよ、断る。お前のよりしろにも使徒にもなるつもりはない。僕はただのホムスとして生きていくだけだ、お前のいない世界で。残念だ、全てを我に委ねる安寧の時を得ればよいもの。だがそれが知性体というものの宿業かもしれん。自らの力、技術で世界を変えようとする、それは神のみに許された技だ。鬼神界を滅ぼした理由はそれか。当然だ、メイナスを報じていたマシーナという者ども、
あれもまたメイナスの庇護のもと不遜な進化を遂げつつあったからな。そんでもって次は俺たちホムスの番ってわけか。その通り。ホムスもまた危険な種族であることをお前たちが証明しつつある。残念だ。我は友人が欲しかった。だが生命に知性など与えるべきではなかった。神が友を求めるべきではなかったのだ。違う！メイナスは僕らとの共存の道を選んだ。メイナスが僕らを友と呼ぶのなら喜んで受け入れよう。だがお前が求めているのは友なんかじゃない。従順な下僕だ。己のための餌だ。やはりお前たちに考える心などは過ぎた代物であったようだ。だがもうじき全て終わる。テレシアが巨神界の生命を喰らい尽くす。その後我は新たな世界を創生しよう。これまで幾度もそうしてきたように。させない。絶対に僕たちが止めてみせる。